まあ暑い日に、こうね、お店とか入ったら、すごいエアコンが効いてて、ああ涼しいっていう思い。まあそういう経験したことある人、たくさんいると思います。まあほとんどね、その経験あると思いますけど、まあ逆もしかりなんですけどね、すごい寒い日にお店とか入ったら、わーあっかいみたいなね。まあ気持ちいいじゃないですか。嬉しいですしね。ただこういう季節の変わり目に、 うーんなんか、お店がその、外の気温をこう察知してないんじゃないかな、みたいな時がありますよね。わあすごい暑いな、外暑いな、でもお店に入った瞬間、涼しくなるわ、と思って入ったら、あれそんなんじゃないぞ、みたいな。うん、全然いいしまそれしょうがないんですけど。うん、やっぱね、こう、すごい暑い日。 気温がすごい高い日もあれば、気温がすごい低い日もある。そういう、こう、季節の変わり目となると、なんかね、そこが、ごちゃごちゃってなっちゃってたりするんですよね。まあ、天気の話、気温の話は、口酸っぱくは言ってるんですけど、やっぱそこをこう、もっとね、察知していかないと、そのズレですごく不快な感じになるんですよ。うわ、もっと暑いみたいなね、気持ち的に。涼しいと思ってるから。うん。あるんですよ。 別にね、9月になったからといって、じゃあこれから何度から何度までの気温で推移しますみたいなことはないですから、何度も言いますけど、グラデーションでこうね、ゆっくり気温が下がっていくわけじゃないですからね。暑い日もあれば、気温が低い日もある。それのこう、日々それですから、日々なんで。 日々、一日一日で捉えてくれないとっていうことを、まあ個人個人にやってきましたけど、やっぱりお店サイドとしてもそれを意識してくれた方がこツとしてありがたいっていうか、まあこれくらいの季節なんでこのくらいの温度設定でいいでしょうでは、もう通用しない時代が来てます。うん、別に、じゃあ気温をね、合わせなきゃいけないのか絶対なのかっていうことはないですけど、やっぱそれが一つのサービスにも繋がるとも言えますしね。うん。まあ、 とにかかくく察知ししてくれてててれるっっいいううのが嬉しいっていうかだってほとんどね真夏の気温みたいなことは9月とかにもあるわけですからその時にまあいわゆるそのなんかね秋としての温度設定室内の温度設定に必ずしもする必要ないというか逆に言ったらそのちゃんとそこに合わせてくれてればこっちも快適に過ごせるんでこううまくね時代に適応してほしいというかうん。 だって真夏やね、真冬はあるわけですから。わー涼しい、わあ、ったかいがあるわけですから。あれをこう、日々、ちゃんと気温に合わせてやっていただけると助かります。もちろん、こっちサイドというかね、個人個人もちゃんとその気温に合わせた服装をしていくことが大事です。えー、何度も言ってますが、暑い寒いを決めるのは温度、気温だけじゃないですからね。自分が何を着てるか、それが一番重要ですから。 うん、まあ、この季節の変わり目なんでね、改めてそれを強く言っておきます。お店サイド、まあ、電車とか何のね、えー、まあ、タクシーとかバスとか、そういう乗り物も含めてそうですけど、えー、日々、一日一日、もう時間の単位で考えていってください。さよなら。